問題があってタスクキル、1日に攻略できる本数は限られてますが、正直編集の方が大変です。でもゆっくり実況やりたいんだろ。そうなんですが結構大変でして。ああ、このステージはステートがいいから、壁を出して守りながら間引いて、大型の資金を準備します。イカテンとゴンザレスが出てきたが、当然ゾンビも出てくるんだよな。そのためにエンジェルフォートキラーに湧く。早めにイカテンを倒して備えます。持ってるゾンビキラーで有効なのが超激レアだけなのかよ。強さの関係で高額でもこちらの方がいいです。そして撃たれ強く波動の白ガルを出したわけだな。できるだけ前線は妨害が発生してほしいけど、キラーを刺してさっさと倒すのも大事。見えないが前線は検討してるみたいだな。壁を徹底的に出して場持ちを良くして、できるだけ早く救援に向かいます。桃太郎はかなり優秀だな。でもさすがに持ちこたえられなかった模様。出すもの出して迎え撃っていきます。黒キャスでイカテンとか攻撃したらいけないのか。ゾンビが怖いので倒した後に出しましょう。次の後、臨時とかはキラーに枠で先行を妨害します。しかしクニオくんのおかげで資金難になることなく攻略が進むものだな。頑張って猫缶を一気に集めて引いただけの価値はありました。攻撃も範囲内にいる霊のやつとかの処理に最適です。今は該当する敵がいないから出さないんだな。白ガルがやられてゾンビに中断されてますが、合流を果たし攻め直していきます。課題は攻撃力の高いキャラが少ないことだな。劣化はダメージに換算されないのが白、戦闘力はまずまずでもこれが致命的です。今後どうやってその問題を解決するか考えないとな。攻撃力の高いキャラを当てるか、補助を入れるかそこが問題になります。ここはクリアできるが今後のステージが心配になってくるな。カンストになったのであとは見守るだけ。どう攻略が近づいてきてますが今あるステージで詰まってます。動画は撮れてるからさっさと編集頑張らないとな。ご視聴いただきありがとうございました。編成の紹介をさせていただきます。レベル20構成で本当によくここまで攻略できたものだよ。無課金で頑張ればなんとかなるものですね。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次回予告。次回予告。出てくる敵は3体。でもニャンコ城に1回でも攻撃が当たればアウト。まあゆっくり貯金でもしましょう。テレ放題だ。交互期待。シシコマもいいけど黒キャスで炙っていきましょう。